にちは、かくすけです。マリオ RPG、 スーパーマリオ RPG やっていきます。さあ、ここのローズタウンがね、明るい感じになりました。ふう、やっとみんな動けるようになったわ。あら、マリオのおかげだったの？さすがね。どういたしまして。やだやね、ジーノ、帰ってきたんだね。ママほら、僕のジーナが。まあ、よくできたぬいぐるみだこと。中にいる人も大変でしょう。そんなこと言っちゃダメだよ、お母さん。子供の目の前で。ダメだこりゃ。でも、ジーナ、また一緒に遊ぼう。そうもいかないんだな。僕はこれからマリオたちと一緒にスターピースを集める旅に出なくてはならないんだ。スターピース？なんでそんなものを集めるの？それは、今まではこうだったんだけど、今はいくら頑張ってもね、願い事が叶いません。わー、こうなんだ。すごいチームワークだ。全然わかんないや。まあそうだよね。あんなジェスチャー見せられてもね。まあ、スターロードが壊れた今のままでは君の願い事も叶わないのさ。じゃあ僕が大きくなってもジーノみたいに強くかっこよくなれないの？そう、スターピースを集めてスターロードを直さない限りね。そこでここにいる二人と一緒に旅に出ることになったんだ。そっか、マリオもクッパには弱いし、ジーノがいれば安心だね。じゃあジーノたちは早くスターロードを直して、僕の願い事も叶うようにしてね。マリオ、ちょっともうちょっと落ち着いて。子供だぞ相手は。約束だ。約束だ。あ、ちょっと待って、これジーノのものだから一緒に持って行って。フィンガーショットをもらった。やったね、フィンガーショット。あ、武器かな。ありがとう。それじゃあまた会おう。かわいそうにマリオ、いつもねヒーローだからね。たまにはこういうね人もいるんですよ。そういうのがいい人もいるんですよ。ヒーローよりそれを支えるヒロイン的ポジションがね好き、そういう人もね。じゃあ装備で武器をフィンガーショットに。OK。 防具、アクセサリー、あー、ないか。アクセサリー、防具、コイン大量だから1個ずつ買っておこうかな。スペシャル、ちょっとジーノビーム、始まりからボタンを押し続けたままでいて、タイミングを見て話せ。あ、やっぱタイミング見て話さなきゃいけないんだね。ジーノがいないとちょっと寂しくなるな。マリオを勝たせてあげて。マリオさん、気分はいかが？最高。まあよかった。すみませんね、トイドーに付き合わせたばかりに。最低だよ。あら、大変。もっと休んでいってくださいな。はーい、休ませてもらおう。バーイ。じゃあ一旦セーブしようかな。ここ。いいです。はい。セーブされました。よし、ちょっと街をね、歩き回ってみましょう。このね、元気になった。遊びたいな、人形遊び。すごいな、すごい精巧な作りの人形ですね。やっと動けるようになったよ。また森へキノコ狩りにでも行こうかな。ちょっと怖いけど、そーっと近づけば大丈夫。あ、そうなの？あのキノコ食べられるのかな？本当に平和になったわ。ありがとう、マリオ。はーい、どういたしまして。井戸も安心して子供たちも次に行けるね。お、本当だ。良い孫たちを持ったもんじゃ。ねえ、この子たち手伝ってるもんね。偉いぞ。かわいい。これでじいちゃんも楽に暮らせる。優しい。僕が運ぶ。はぁ、間に合った。あ、間に合ったんだ。よかった、よかった。いやぁ、いい家族だなぁ。ね。よかった。マコが無事帰ってきました。きっとマリオのおかげなんだろうね。そうだよ。
うん。ね、みんな優しい子たちだ。えらいぞ。これで、あ、よかったよかった。これで森に木を切りに行ける。よかったね。道具屋さん、なんか盛り上がってるね。本当に平和になったわ。ありがとう、マリオ。え、外にもいなかった君。さっきの山の方で、大きな音がしたのは気のせいかな。次は山かな？ジーノはどうだろうな。ぼんやり防ぎ。ぼんやり防ぎかな。安いし。よし。と、装備。ジーノに。ぼんやり防ぎバッジをつけます。で、ハンマーはマリオしか使えないっぽいな。ルイージは特に仲間にならないよね、確か。だから、ハンマーはいっちゃう。ルイージがね、仲間になるんだったら、マリオと同じ装備にできそうだけど。結構売っちゃってるから、ちょいちょい捨てちゃってるから、売っちゃおうかな、聖水とかね。よし。でも、聖水一発でアンテッドを倒せるっていうのはなかなかいいよね。あった方がいいかもしれないから、ちょっとは残しておきたい。やっと家に着きました。まさか矢に振られていたなんて。そうだよね。外に出ないと気づかないよね。ありがとう。見つけたよ。森の宝を見つけたんだな。その調子で頑張れよ。ありがとうございました。スイッチ？面白いから乗っちゃったか。まあ、もう一回乗るのはやめておこう。よし！ちょっと待ってよ。なんかこうやって普通に外に出てそのまんま行ったこと私ない気がするな。いっつもちょっと待ってって言って戻ってるような気がする。そうそう、毎回ちゃんとセーブはしていこうかな。ほい、オッケー。星が2つになりましたね。気づかなかったけど、いいよ、いい調子だよ。よし、仲間が3人になったらやりやすくなるでしょう。これからちょっとケローズ、花ちゃんの森、ケロケロコ、ケロケロコ、ちょっとただいま。おじいちゃん、2つ目のピース手に入れたよ。次の目的地とか教えてくれそうだな。おじいちゃん、今度はドゥカティが大変みたいね。頑張るのよ。はい、わかりました。ドゥカティか。多分外だろうな。ドゥカテ、ドゥカテっていうのが敵に、何かのゲームで聖剣かな、いたな最近は。よ、あ、特にねえか。じゃあ何もなさそうだな。ほうほうほう、こんな簡単に戻れるんならキノコ城にもちょっと一旦戻ろうか。マッシュロード、マリオの家。何の家もなく帰ってきた。ただいま。3人で一緒に寝よう。おやすみ。おはようございます。よし、行こう。何の意味もないけど。そうそうそう、キノコ城のとこね。あれ、倉庫のやつ、あのキノコさんに、あ、大臣、大臣、お久しぶりに会いましょうよ、大臣。こんにちは。頼みますぞ、マリオ殿。そうかそうか、それだけか。まあ、せっかくだからね、アイテム回収していきましょう。せっかく教えていただいたんでね。よいしょよいしょ。ここじゃない、道具屋さんの方です。ちゃんと届けたよ。今日は天気がいいの。ちゃんと届けましたよ。とこっちの方に行って、彼に乗って、うん。ここらしいです。おい、あ、おいしょ、よし、なんだ、回復だったか。あれで特に何か変わったりしないよね。フラワーが。
増えるとかは。うん、じゃあ行きましょうか。ちょっと寄り道しちゃったけど、うん、はい、ローズタウンからパイプダンジョン、パイプダンジョン入りましょう。すごい、飛ばしていくこともできるんだね。よし、パイプダンジョン、うん、おうおう、そこスルー、あ、スルースルーもありだろうけど、まあ入りましょうね、ちゃんと。あ、そっから入ってくるか。ほい、何があるかな。うわー、難しそう。ほい、ほい、あ、痛い痛い、痛い。うわー、燃えてるよ。レベル上げ、レベル上げ。あ、よく分かんなかったタイミング。ほい、おー、燃えてる燃えてる。よいしょ、あ、タイミングが。でもさっきガードしたっぽいな。べ、よし、いいぞ、このタイミングね。何考えてるんだい君は。で、あー、タイミング失敗。120、わかんない。はい、よし、120一発でいけるな、マリオなら。ぷい、よし、何考えてるんだい君は。でーん、よし、メラメラ何も考えてない系の人でした。あー、わかんないタイミング。よいしょ、へえ、あれよくわからないよ、ジーノの。とりあえず連打してみるか。うん、うん、よいしょ、よいしょ、うん、おー、なんか昔ながらの感じでいいな、昔の。早めにすればよかったか。よいしょ、昔ながらのね、マリオのステージをね、今 3D でやってるっていう感じで。一本道だね、完全に。あ、痛い。よいしょ、うん、クリボーちゃんに当たっちゃったけど大丈夫でしょう。お、彼がいるな。トゲ兵リチャード、うん、このタイミングね、早めね。オッケーオッケー。トゲ兵はジャンプだね。あ、ジャンプじゃないんだ気づくのが遅い。まあまあまあ、何を考えてるか聞いておこう。でーん、16、クリクリクリ、疲れた。クリ、そうか、お疲れ様。それをね、追い打ちするよ。はい、よーし、いいぞ。HP マックス。おい、トゲ兵は普通に攻撃。もうなんか逆になっちゃってるな、覚え方が。あ、早く登らないと。奥の方に入るのかな。お、あ、適当に入れちゃうのか全部。あー、え、あれ、こんなところに。よいしょ、おー、もう帰っちゃうんじゃない。よいしょ、あれ普通のマリオだったらしゃがんで入るところだけど、2番目に入ったよねさっきは。あ、痛い。まあいいや、バックフラワーとの初の戦い、戦うだよ。よし、112。あ、強いな、フラワー強いな。はい、でーん、でーん、168。最近いいことがないな。あー、この子たちもいろいろ考えることがあるんだね。ただ出たり入ってるしてるだけだけどね。あ、しまった、するの忘れてた。はい、うん、うん、強い。はい、いや、強いな、マロも。あー、食らっちゃったか、普通に。はい、うん、82。はい、これで倒せるでしょ。 G のね、あれをタイミングを見せたら2回じゃ倒せないな。ここに入ることはできないね。ふんふんふん、パックンフラワーがいるところは入れないんだね。はい、クリボー、よし、おう、
っごい植木鉢っぽい。あれあれ当たったと思ったんだけどな。あー、ちびパックンがいる。これなんか好きなんだよね。なんか可愛いですよね。うん、あ、やった。よいしょ。ちょっとちびパックンと戦いたい。あ、嘘、戦えないんだ。うわー、なんてこったい。ただ食らっただけだったじゃないか。ただ食らっただけ、コインなくしただけじゃないか。あー、もったいない。あ、タイミング間違えたけど、まあいっか。ほい、うん、でん、20。踏むと痛いよ。踏んでみ、ほら、ほれ、怖いか、ほれ。なんか好きだな、この感じ。よいしょ、いいキャラしてるな。おじちゃんっぽいな、君は。ほれ、痛いぞって言ってましたね。もうね、痛いことはないんだけどね、ダメージ。よいしょ、よいしょ。あ、痛い。ほい、ほい。あ、シュワー、やーやー。もうどんどん失っていくよ。はい、うん、踏まないよ。踏まずに倒しちゃうよ、正面から。はい、リチャード。はい、楽しいな、これ見ていくの。今日の日差しは強いっぺ。デリケートなお肌がきさか、かさついちゃうっぺ。かわいいな、この子。なんか、ワニっていうよりはカエルっぽいよな。今日は日差し、ここまでは来てないと思うよ。94、いいぞいいぞ。キノコ。へぇ、コインどれくらい減っちゃったかな。あ、884。いっぱいあるな、相変わらず。あ、クリア。お、なんかいい音楽がするぞ。これは楽しみだと。うーん、ここでいいか。はい、よー、スタート。あ、これあれじゃない、あれじゃない、ヨッシーのところ。わー、来たー、懐かしい。わーい、デッデュー。かわいい。あー、いいな、いいな。でもなんかヨッシークッキーかなんか必要なんだよね、確か。あ、この人久しぶり、懐かしい。ヨッシー、やあマリオ、ヨースタートへようこそ。この島では今かけっこが大流行り。ところが困ったことが起きているんだ。とにかくみんなの話を聞いてあげて。え、みんなの言うことがわかんない。じゃあ僕がこの島をご案内しよう。僕に乗ってごらん。わーい、あ、乗った。やった、ジャンプはできないんだね。手紙が入ってるけど僕には読めないや。そっか、これはマリオにならないと。手紙が入っています。読みますか。読む。新婚旅行2名様予約。あ、あの二人か。いつあるんだろうな。デッティュー。あ、乗れない。僕に乗りたい。うん、はーい、乗らせて。かけっこが一番早いワッシーが祝ってるんだ。ああ、そういう困りごと、かけっこをしていればつまんないことなんてないさ。かわいい。よし、今日はワッシーにかけっこで勝てそうかい。うん、じゃあ僕のクッキーをあげるから頑張ってね。やった、ありがとう。今日は強い味方がいるからきっと勝てるよ。よし、はクッキーをもらった。やったね。ワッシーは1対1でしか勝負をしないから、みんなでかけっこはできないんだ。困ったなあ。あ、そうなのか。みんなでしたいね。みんなで一緒にかけっこすればもっと楽しいのにな。うん、ワッシー以外のね、みんなでするっていうのはダメなんだろうな。お、手紙がもう1個あるんじゃない、ここ。何も入っていませんでした。そっか、うん、乗らせて。喉が、乗らせてください。あ、わっし、この先は何もないかな。あ、何もなさそうだね。うん、ほい、わっし、勝負だ。クッキーを持ってきたな。しょうがない、相手をしてやろう。特別だぞ。もちろん1対1でな。昔全然できなかったんだけど、これ。またまたこんにちは。今度はヨッシーレースです。説明を聞きますか。聞く。音楽のリズムに合わせて A ボタンと B ボタンを交互に叩いてください。リズムに合えばヨッシーが速く走ります。
レース中 Y ボタンを押してクッキーを使うとさらに速い。レースに勝つとクッキーがもらえます。もう一回説明を聞きますか。リズムに乗ってなんだね、これは。ではちょっと練習してみましょう。 ABAB どんな音楽？うん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 、1、2、で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 、OK。 それね、でっきゅう、今日も負けないからな。でん、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 やった。クッキーのクッキー Y どうやって使えばいいか分からなかったけど勝ったぞ。すごいじゃん、ワッシーに勝っちゃったよ。ヨッシーが今日から一番偉い。リテル、お前いつからそんなに速くなった？しょうがない、今日からお前が呼ばれるぞ。好きな相手を選べよう。なるべく遅いやつを選んだ方が月経を巻き上げやすいぞ。てんてんてん、僕は偉くなくてもいいよ。みんなと楽しくかけっこができればそれでいいんだ。さあ、ワッシーもみんなと一緒にまたかけっこをしよう。よし、今度は負けないぞ。そうだ、これが勝ち分のクッキーだ。よかったよかった。かけっこで一番になれたし、みんなでかけっこができるようになったし、マリオありがとう。どういたしまして。あ、お礼と言っちゃなんだけど、これを持って行って。ヨッシーのクッキーをもらった。やったね。今度はマリオがバトルで困った時、これを使って僕を呼んでね。きっと役に立つから。お、やった、ありがとう。かわいい。僕に乗りたい？うん、はーい。わーい、みんなでかけっこするのが一番楽しい。うん、いや、僕に何か用かい？クッキーを預ける。預けたクッキーをもらう。元気？うん、みんなで楽しくやってるよ。よかった。今度のかけっこも頑張るぞ。かけっこをしていればつまんないことなんてないさ。卵を踏まないでね。わかった。気をつけるよ。はい。何がしたいんだ？挨拶がしたい。よう。それだけ。まあまあまあ、かけっこしましょう。今回のヨッシーの倍率は3倍。どうする？ヨッシーと一緒にかけっこ。じゃあクッキーをかけてくれ。10個までだぞ。あ、3個2個2個かけたぜ。じゃあかけっこスタートだ。負けないぞ。クッキーをうまく使えるようにならないとな。あ、えってで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 ってあ、あ、そういうこと。クッキーを食べるんじゃなくて自分の速度に関係あるんだね。ワッシーに負けた。そういうことか。残念、ヨシは負けちゃった。またかけっこをしようね。はーい。まあ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 、いいかな今回は。じゃあね、ヨッシー。ふう、楽しかったぞ、ヨースタート。パイプダンジョン。うん。と、ヨースタートへ、ではなく、ドーカティへ行きましょう。あ、もう街に入っちゃうか。おー、じゃあ、一旦ここで切りましょうかね。ご視聴ありがとうございました。でもなんか平和そうですね。いろんな人の話を聞いていきます。ありがとうございました。